割とフォルドは割とそうですね、まあ、豪華なやつを揃えて、まあ、いろんなところのメーカーから仕入れて、まあ、あんまりこう偏らないように入れてはいますね。今回セットのこだわり、なんか毎回違う感じにしようっていうのを結構心がけてて、そうですね、割と今までが関係者がちょっとボテボテしちゃってたんで、ちょっと関係者はまあちっちゃめのホールドでちょっとバランシーな感じっていう。これあのリーチを測るので、リーチを測る、リーチを測る、150の人が手伸ばした時の長さなんですよ。うん、足からこの距離を測っとけば150cm でも登れる。すごくないですか？まあちょっとボテの色が結構ガチャガチャしてたんで、全部グレーに塗って、割とそうっすね、赤とか黒とかっていうホールドが結構ボテが多かったんで、なんかそのボテの形状で引っ張られちゃうところがどうしてもあったんで、それをまあ他の色でもボテ使えるようにして、まあちょっと動きに何て言うかね、バリエーションをつけた感じですかね。一応しようかない。全部っすよ。